するんですけど、ね、今回の映画全体的にやれば、あの絵本だからね、絵本として映画撮っただけで、絵本みたいに全体がこんな話があったとさで終わりなんで、その中に出てくる絵本の中の夢のシーンなんてのはもう完全にその何て言うんだろう、ギトギトした絵っていうか、その リアルじゃなくて絵の具自身がまともに出てくるような映像でやりたくて、まあセットはセットっていう感じでやったんだけど、でまあくくりがあの絵本だから、その中に出てくる夢のシーンがあの現実的にっていうかね、写真的なもんでも困るなって。